トヨタのスポーツスペシャルティであるセリカは1989年9月に5代目へと進化した。時はバブルの絶頂期。テレビ CM にはハリウッドスターのエディ・マーフィーを起用。スゴスバのキャッチコピーが印象的だった。このセリカで際立っていたのがスタイリングだ。先代で導入した流面形の曲線フォルムはさらに一つの直線も残さないほど丸められ、ボリューム感のあるものとなった。ただし、リトラクタブルヘッドライトは踏襲され、ボディサイズもほぼ変わらず、セリカとしての基本はしっかり守った正常進化モデルであった。シャシーは設計を見直すことでボディ剛性を向上。エンジンは若干増加した車重を補うため、全体にパワーアップが図られた。トップグレードとなる GT4 用の2リットル DOHC ターボはなんと40馬力もパワーアップし225馬力を発揮。2リットル NA モデルの GTR でも165馬力というハイパワーを誇った。さらにこのセリカはハイテクが話題となった。世界初のデュアルモード 4WS、 つまり電子制御式の4輪操舵システムを搭載。さらに300台という限定受注生産でアクティブスポーツというハイドロニューマティックアクティブサスペンション仕様まで用意されたのだ。もちろんセリカだけに WRC との関係は切り離せない。その象徴として92年に投入されたのが GT4RC だ。トレッド拡大のため全幅を拡大、エンジンを235馬力までパワーアップした仕様だった。その甲斐あってトヨタは翌年宿敵ランチアを打倒、初のメイクスタイトルとドライバーズタイトルを獲得するのである。